ありがとうございます。はい、お願いします。はい。はい。はい。バイトお疲れでした。お疲れ様でした。なんか、はい、長谷川が痩せへん理由が分かったような気がする。本当ですか。でもまあ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 、こんな感じで働いてます。ちゃんとしっかり。今日もあれで焼肉屋さんで5時間働いて、その前にも働いてるんで、割と長いこと働いてるんですけどね。結構しっかりバイトして、して走っ、ダイエット企画の時はもうあんな感じで、あの時多分まだ居酒屋もやってた気がする。ちょっとだけ居酒屋もやってた期間があったりとか。長谷川瑞希です。お願いします。またこれポチャっとしたはるな。それはね、ダイエット企画ですから。今アルバイトとかしてる？はい。何屋さん？ラーメン屋さんと焼肉屋さんと居酒屋です。まかないは？まかない全部あります。なのでこの企画は。でも居酒屋の時はもっと遅かったですよ、走るの。なるほど。今だいたい10時半ぐらいなんですけど。確かにね、遅い時とか12時前とかから走り始めてました。で1時過ぎて帰ってきてお風呂入ってみたいな。次ね、朝起きて昼前からバイト行くみたいな。元気やな。いや元気っすね。長谷川ちゃんどうや、やるんか。やります、痩せます、とりあえず。あー、やるんやな、痩せます。とりあえず痩せます。瀬尾ちゃんは最初どうやった、言われた時はフルマラソン。めっちゃ正直嫌でした。フルマラソン走るのはなんか嫌でしたけど、でもやり始めたらなんか楽しくて、2人と走ってるのが、なんか今まで1人で走ってったから。まあそうやな。だから2人と3人で走れるのはめちゃくちゃ楽しくて、全く知らへん人たちじゃなくて、養成所で一緒にダンスの授業受けてた子と、うん、あとまあちょいちょい授業で会ってみたいな。瀬尾ちゃんが同い年でいてくれてたから。瀬尾ちゃんは年齢が一緒、同学年。同学年で、やけどあの入ったのが先輩って感じです。あ、そうやね、なるほどね。なんか先輩やけど、なんかもう初めからなんかそんな敬語とかいいよって言ってくれて。まあ、なんかあんな感じではあるよね。ずっとプライベートでも2人でなんかご飯食べたりとか、なるほどね、全然してるし、ほんまになんかお友達として見てくれてる部分もプライベートではあって、すごいありがたいなって。なるほど、ね、心ちゃんはなんか年下に思えないですよね。あ、そう。なんか同級生でも全然なんかしっかりしてるなって。本当、うん、でも妹っぽく思ってんのかなという面もあんのかな。妹と同い年なんですよ、心ちゃん。なんですけど、なんかなんやろ、姉さん姉さんって言ってくるけど、うん、全然なんか年下感ないっていう か、 なんか相談もできるし、相談も乗れるし、お互いちゃんとそういうのができるから全然年下やなって。後輩、その年齢的に後輩やなとか全然思ったことなくて。なるほどね。なんなら心ちゃんの方が大人やなって思う部分もめっちゃあるし。なんかライバル心みたいなのが全くないわけじゃないですけど、全員初めてのところにいて同じ目標に向かってやってるから、なんかライバルっていうよりも仲間感がすごいあるかなみたいな。その勝負みたいな感じの時とか、なんかどうしようって。なんかバチバチできやんから、向こうはそうバチバチしてても私がなんかはーって感じやから、まあ勝負って思うけど、勝つぞって思うけど、でもそこでこう全員のタイムが上がってたりとかすると、なんかもうそれでいいじゃんって思っちゃって。なるほど、ね、嬉しくなるな。嬉しくなっちゃう。自分がどんだけ最下位、まあ、基本最下位が多いから最後にいるけど、相当早いけどな、いるけど、でもなんかそれでもう自分のタイムが上がってたら嬉しいし、周りのタイムも上がってたらめちゃくちゃ、2人のタイムが上がってるってだけでもすごい嬉しいし、見返したんですよ昔の動画も全部。自分の出てる、なんかその走ってる動画、厚底シューズを素人が履いたらっていう、あ、はい、あの時の動画を見て、いや、あの時の方が早かったんちゃうかなって。
こんな早そんな早なるか。長谷川瑞希あいつ厚底ちゃうで。あ、そうなんですか。うん。あいつ厚底シューちゃうもん。彼女はでもこの2週間で痩せてきてるし練習もしてるしね。ほんで絶対に一平卒には負けてないんちゃう。ちょっとあの時早かったよな。あの時はなんか男の人と勝負してて、なんかその方が燃えるんや。いやー燃えるっていうか、あの時はまあ普通に負けたくなかった。いや森脇さんってめちゃくちゃすごいなと思いました。おお、どうした急に。だって俳優業もやらはるし、バラエティーもやらはるし、まあね、で漫談とかもしはるし。そうそうそう、意外とドラマ出てるからな。そうなんですよ。森脇さんすごいなみたいな、しかも歌も出してるじゃないですか。まあそうやな。すごいなみたいな。だからなんやろ、必然的になんか森脇さんとこう、うん、入ってすぐにお仕事させてもらえたのはマジで奇跡だと思うし、最初はずっと2人やったからな。はい、えなんかもうお父さんと娘みたいな感じでやらせて、まあ確かにね、雰囲気そんな感じでやらせてもらってましたけど、スポーツとかも、うん、やり始めたらハマればめちゃくちゃやるんですよ。そうやな。でもハマるまで見つけるのが割と長いっていうか、ハマったらもうずっとこうなんで難しいな。陸上で走るのも、うん、こう初めめちゃくちゃ嫌やったんですよ。だけど今は全然なんか走るの楽しいし、まあ、ジョギングすらも嫌いやったけど、今はジョギングも全然楽しいし、はいはいはい、なんか人と走ってんのめっちゃ楽しいなと思ったし、俺は、はい、ある意味一番 YouTube 合ってんのは長谷川なんかなと思ってんね。長谷川の今何がすごいって、やっぱこんなぽっちゃりして明らかにあの2人より体型的にはきついやろってみんな思ってるのに、こいつ意外と同じペースで生きよるやんっていうあの不思議がやっぱすげえなって思ってるところは、多分僕だけじゃなく視聴者みんな思ってるんちゃうかなと思って。いや、ありがとうございます。意外と俺はフル長谷川勝つんちゃうかって思ってるからな。どうですかね。なんかでも楽しみたいですけどね。せっかくこう長い時間こう横で人と一緒に走れる、カメラマンさんやけど走れるんで、いっぱいおしゃべりしながらなんか周りの人ともコミュニケーションとって、うん、マラソンっていうか走ってるからこそこう取れるコミュニケーションとか、だからそこで出会いとかめっちゃあると思うんで、せやな、そこでこう皆さんとね、見てくれたはる人もいはるんやったら、こうなんやろ、必死に走るっていうより、まあ、走ることは一番ですけど、うん、ちゃんとエンターテインメントできるように頑張りたいなって思って、なんかそのために喋りながら生配信とかしてたし、うん、練習でもずっと母親とおしゃべりしながらとか、うん、そういうのもしてたんで、こうまあ、ラーメン屋の店長にお前ずっとお前喋っとけよって言われてるんで喋られてるんで、まあ、なんかそうやってなんか私やからできる、なんやろ、なんやちょっとめっちゃ頑張ってるけど緩い部分みたいな、なるほど、ね、のも一個出せたらなって思ってますね。なんか YouTube の、うん、あの一緒にやってくれたはる人ってなんか家族みたいな感じなんですよ、私にとって。ずっとエナジーさんはカメラ回してくれはって、スピード回してくれたり、こうしんどい時にもうちょい頑張れ頑張れって言ってくれはるし、ジューダさんはずっとペースメーカーでついてくれはるし、しんどい時に、まあ、無理やり可愛いって言わせてしまったりとかもう終わったその日とか2日後とかぐらい、はい、何したい。お酒を飲んでご飯を食べてみんなでなんか思い出語りたいです。